このデモでは、アレスの最新のコラボレーションツールをご紹介します。同僚や外部スタッフ、クライアントとの共同作業を劇的に効率化するツールです。まず最初に電子メール通知から見てみましょう。図面に変更が行われたようです。図面はクラウドに保存されていますが、このボタンをクリックするとアレスコマンダーで開くことができます。 コメントパレットを見てみましょう。クライアントがコメントを追加しているようです。コメントに関連するエンティティを拡大表示することもできます。このパレットには関係者が追加したマークアップとコメントの履歴が全て残されています。タイプでフィルターし、解決済みとしてマークされた要素を含めて表示、非表示にできます。マークアップやコメントが図面に影響を与えることはありません。 それらは図面とは別のコラボレーションフィードにあり、必要に応じて非表示にすることができます。ここに建設現場のスタッフが追加した音声記録があります。明日お客様と会います。最終的なイメージがわかる写真はありますかここから画像付きマークアップの作成をご覧ください。マークアップをエンティティに関連付けることもできますし、複数の画像をアップロードすることもできます。 マークアップはプロジェクト内での情報のやり取りに役立ちます。オフィスでも外出先でも在宅ワークでも常にチームとつながっています。これはアレスコマンダー、アレスタッチ、アレス駆動で作成できます。無料ユーザーは表示専用リンクからアクセスできます。要求された修正を行い保存ボタンをクリックします。 ファイルはクラウドに保存され、今の修正も同期されています。1つ目のメリットは、すべてのユーザーが修正されたファイルを即座に共有できることです。アレスクローやアレスタッチを使用するリモートワーカーも同じです。誰も古いバージョンで作業することはありません。2つ目のメリットは、パソコンで始めた作業をどのデバイスでも継続できることです。自宅の作業でもすべての図面にアクセスできます。 どのパソコンやモバイルデバイスからでもファイルを開くことが可能です。図面をクラウドにアップロードするには、クラウドに保存を使用します。ファイルメニューやクイックアクセスツールバーからも実行できます。次に、ストレージとフォルダを選びます。必要に応じてアレスクドードライブというストレージをご利用いただけます。 翌日、別の電子メール通知が届きました。同僚がアレス駆動で修正を行ったようです。緊急性のあるプロジェクトではこのような通知が届くことはとても重要です。電子メール通知はここをクリックすることでオフにできます。アレスコマンダーからオフにすることもできます。また、カスタマイズもできます。例えば、毎日電子メール通知を受け取るという設定もできます。 同僚がこの図面で作業しているため、今は読み取り専用となっています。このように複数のユーザーの変更が競合することはありません。特定のユーザーが図面を修正しているときは、他のユーザーは図面を修正できません。その代わり、その図面を表示してマークアップや変更履歴を利用できます。実際に変更を見てみましょう。バージョン履歴にユーザーごとの修正履歴が残されています。 重要なことは、現在のバージョンと自分の最新バージョンを比較できる点です。読み取り専用モードでもこの比較は可能です。違いは色で確認できます。現在のバージョンとして設定を選択すれば、以前のバージョンに戻すこともできます。今回はバージョンを戻す必要はないようです。スタンプを追加して同僚にコメントします。最後に、クライアントに新しいバージョンで問題ないか確認します。 クラウドストレージパレットでは表示専用リンクを作成できます。クライアントへこの表示専用リンクを送ると、クライアントは図面にコメントできるようになります。表示専用リンクは常に更新されます。共有を停止しない限り、クライアントは常に最新の図面を見ることができます。 アレスコマンダーにはオートキャドなどの類似キャドソフトと同等の基本機能があります。アレスの優れている点は、キャド機能にモバイルとクラウドを加えたアレストリニティの機能を組み合わせたところです。この機能が共同作業を劇的に改善し、製品の市場投入までの時間を大幅に短縮します。